皆さんこんにちは、猫背専門チャンネル猫背のアジト、今日もご視聴いただきありがとうございます。理学療法士の小峰武明です。今日はですね、猫背解消のための簡単なエクササイズを一つご紹介させていただきます。題して、引くけど押す、引くけど押す、引くけど押す、こんな感じでやっていこうと思います。まあ、テーマにもあるようにですね、今日はですね、空手の動きを応用したですね、肩甲骨周り、腕周りのエクササイズという形で紹介をさせていただきます。このチャンネルを開設して2週間になるんですけれども、ありがたいことにですね、皆さんから高評価ボタンだったりとか、いろんなねご意見をいただくことが増えてきました。本当にありがとうございます。ただですね、その一方で話が長くてグダグダ喋ってるっていうような厳しいご意見もいただきました。なので、いろいろとね、皆さんにちゃんと届けられるような形で試行錯誤していきながらね、このチャンネルをどんどん皆さんに知ってもらえるようにしていきたいなというふうに思っております。なので、チャンネル登録、高評価、コメントっていうのはすごくありがたいなと思うんですけれども、厳しいご意見もですね、しっかりと受け止める勇気ができましたので、ぜひ皆さんですね、いろいろとご意見をいただければと思います。ということで、今日はですね、早速エクササイズに入っていきます。そして、エクササイズが終わった後にですね、なんでこの動きが重要なのかっていうのを全部ですね、理学療法士の視点で解剖学、運動学、どうしてパフォーマンスが上がるのか、そんな視点で最後に解説をさせていただきますので、興味がある方はですね、ぜひ最後まで見ていただいて、エクササイズだけやってみようという方はですね、前半だけでも結構ですので、ぜひ見ていただければと思います。それではですね、エクササイズに移っていきますので、まずは皆さん、ちょっと今日のコンディションを確認してみてください。肩を回してみたり、胸を開いてみたり、今日の動き簡単にチェックしてみてください。では早速エクササイズに入っていきます。まずですね、足幅は肩幅ぐらいに開いていただいて、手のひらを下に向けた前習いの姿勢から、ここから手のひらを天井に向けるようにぐーっと引いていきましょうか。そして今日は空手の動きを少しね取り入れているので、軽く握るような感じ。ただしギュッと握らないようにしてください。力が入りすぎてしまってストレッチ効果が得られなくなるので、軽く引いていきましょうか。こういう動きですね。そして手の引く角度は、上にグッと引いていくというよりかは、少し胸を張るようにして斜め後方下側に引くようなイメージで引いてみてください。はい、この時にバストトップをグッと上げていくようなイメージです。ではまず10回やっていきましょうかね。いきます。この姿勢から息を吐きながらふーっと引いていきます。2回目吸って吐いて、3回目、4回目、5回目、6回目、7回目、8回目、9回目、10回目。はい、ゆっくりと手を下ろしましょう。はい、いかがでしょうか。だいぶ背中周りがですね、ポカポカしてる感じっていうのがあるんじゃないかなと思います。続いてですね、先ほど前正面に出した手を約それぞれ45度程度開いたポジションから同様にぐーっと引いていくワークをしていきましょうか。同じく10回やっていきますので、皆さんセットしていただいて一緒にやっていきましょう。ではセットしていただいて、大きく吸って吐きながら引いていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ではそのままゆっくりと手を解放していただいて、少し肩をほぐしていきましょう。はい、いかがでしょうか。さっきよりもね、さらに動きが良くなって肩の周り、胸の開き楽になっているんではないでしょうか。今まではですね、両方一緒に引いて伸ばして引いて伸ばしてのワークだったんですけれども、ここからは左右反対の動きを入れていこうと思います。これはですね、空手の正拳突き、そんな動きをですね、少し取り入れたエクササイズになります。引いていく動作は先ほどと一緒ですね、手のひら天井方向に向けるようにねじりながら引いていく。反対側伸ばすときはですね、内ねじりをしていきます。内側にねじりながら、できるだけ手の遠くに伸ばすような意識でやってみてください。そして反対側を引いておく。これを左右交互に繰り返していきましょう。
ではですね、まず皆さんと一緒に10回やっていこうと思いますので、右手前のポジション、左手引いたポジションからスタートしてみましょうか。では行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。ゆっくり手を下ろしましょう。では最後ですね、今まではまっすぐ出していたのを、今度はですね、体を少しねじるように斜めに出していってください。体のねじりの要素が加わります。これも同じですね、しっかりと後ろに引く、そして前に出すときは手を内ねじりにしながらできるだけ遠くに伸ばす、こんな感じですね。ではまた皆さん、右手前、左肘を引いた状態からセットアップします。体は今少し左にねじれている状態ですね。お顔は正面を見ながら行きましょう。行きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ゆっくりと手を下ろしてください。では最初にやった肩回しの運動を、胸を開く運動、こんなので少し体の前後での確認をしてみてください。いかがだったでしょうか。だいぶね、体の動き変わってきて、すごくね、楽になった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そしてここからはですね、なぜ今の動きをやっていくと体が変化していくかっていうのをですね、解剖学だったり運動学の視点でまたですね、今日は皆さんにしっかりと解説をしていきたいと思います。はい、皆さんお疲れ様でした。ここからはですね、前半戦にやった動きの解説をさせていただきます。理由も知りたい方はですね、ぜひ後半戦も見ていただければと思います。まずですね、手の動きの、まずねじれというのがすごく大事な要素になります。胸をグッと上げていきたい方と反対の動きを作り出してあげる。先ほどよりも胸がグッと上がっていく感覚があった、より猫背解消をしていきやすいですね、体の動かし方になります。反り腰になってしまっているというところが一つ問題としてあるので、ここ前に出していくときに内側にねじってください。手を内側に入れると逆に猫背方向に入っていくんじゃないか。実は体がこのねじれていくときっていうのはね、肋骨がすごく面白い動きなんですね。引き続きですね、このチャンネルではですね、猫背に特化した健康情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録を忘れずにしていただけるとめちゃめちゃ喜びます。ではですね、次回の動画でまた皆さんお会いしましょう。